今回は n i の東京ドームそして京セラドームのバーンイットアップのオフィシャルグッズティザーイメージが出たということでですねもうティザーイメージってさもうこんな感じのグッズが出ますよってやつなのでちょっとどんな感じなのかっていうのを早速ね見ていきたいんですけどそれがこちらになりますねえ 見てください。なんかあのライトイットアップの時は初めてのライブっていう感じかな。なんかこれから始まるよ系のイメージがありませんでしたかなんか何色にも染まる感じの NiziU の雰囲気だったと思うんですよ。でまあライトイットアップなので、まあ、光を照らすようなそんな感じだったと思うんですけど今度はねバーンイットアップ とということで見てこの燃え上がるような情熱的な赤と黒のイメージなんですけどみんなめっちゃ雰囲気変わったんだけどいやこっちはこっちでよくない前のあのさ「ニジプロの時のみんなの1人ずつのティザーイメージとかがなんか嘘かのように「なんかライトイートアップの時はデビュー前からなんかやっぱり初めて「ビジューだけに合うライブっていうイメージがちょっとあったと思うんですけどでもこの「ワンイートアップに関してはなんかもう私たちを美手的なねもうイメージがあるわ。もうこのビジュアル めっちゃ可愛いなんかまずリオちゃんから見てもう大人ないよもうみんなめっちゃ大人じゃないえすごい好き黒か赤かどっちもかっていうこの混ぜ方がもう間違いなく良いでも私がね 今回すごいいいなと思ったビジュアルはやっぱちょっとリオちゃんかもしんない。この雰囲気好きだし逆にこのミーシちゃんの真っ黒なところもいいわ。なんか赤でくんのかなと思ったらミーシちゃんは黒側なんよ。わかりますで、あのやっぱね、リクちゃんをね、黒に設定するところも好き。なんかやっぱ金髪なので黒めっちゃ映えるからこそ黒をね、リクちゃんに当ててるところとかもう全てが、うわ、でもこのリマちゃんのロングブーツもいいしみんな見て全員ブーツではないんだけど、もうめちゃめちゃ大人っぽい感じする。 設定してあるんですよ。このマヤちゃんの燃えるような服とかさ、ね、すごい良くない。もうこれはさ、絶対私買っちゃうと思うし、このグッズが10月21日の11時に来るということ、明日。 すごいね。てか今日そっか。もう20の日なんだ。そっか。もう明日には出るんだ。もう楽しみで仕方がないんですけども、新しいビジュアルがね、こうやってどんどん、もう韓国行ってからとかさ、ブルームーンがあってからとか、もう相当なイメージが出ましたよ。もう最近ね、本当に供給祭りすぎて、いろいろ楽しみにしたいと思います。そんな感じで皆さんのこの新ビジュアルについての感想をたくさん聞きたいので、コメントに書いてみてください。で、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは